伊藤洋華堂府中店は東京都府中市にあったチェーンストアである。セブンアイホールディングス主会社の伊藤洋華堂が運営していた。隣接地へ移転し、新店舗を建設する予定だったが、渋滞対策などの交通協議が整わず、撤退している。地下1階地上5階のショッピングセンターキーテナントとなっており、専門店街などには飲食店、各種販売店、 病院などがテナントとして入居している。府中市が非常に大きな発展を遂げている最中の1976年に開店した。開店4年前の府中市内商店年間販売額は同年には一気に2倍以上となった。府中市の人口増加が著しい時期に開店しており、これは戦後の高度成長期と重なり、都心郊外のベッドタウン化が進むとともに、 他の地方自治体と同じく商工業の発展に力を入れてきた時期であった。武蔵国の僧者である奥国魂神社がすぐ近くにあり、この神社の霊体祭である暗闇祭りとキティちゃんとのコラボレーションであるご当地キティちゃんストラップの販売も行われている。2010年8月22日をもって原店舗は閉店した。ラウンド1ラウンド1 府中本町駅前店2010年8月22日の伊藤洋華堂閉店後は駐車場や客用エレベーター設置など建物内は大きく改装されラウンド1が入店。同じ建物内の1階にはセブンイレブンが入店している。敷地内の遺跡発掘現場2009年12月23日撮影当地は古くから本町と呼ばれている非常に古い歴史を持つ地であり、 当店舗の前の道は、鎌倉に続く旧鎌倉街道であった。当地域の方言でハケと呼ばれる、府中団球の上に位置することから、現在でも富士山が見えるような景勝地であり、それが故に、立体駐車場の場所は、御殿地と呼ばれており、天正18年府中御殿が建築されて、江戸時代に徳川家康、徳川秀忠、豊臣秀吉が、高刈りの際に宿泊などで利用した。 昭法三年に府中御殿は消失してしまった。昭法九年には畑に開墾され、その後工場が建った跡地に立体駐車場が建設された。その後、当店舗移設のためにこの立体駐車場を解体したが、その地からその当時の古い遺跡が現れ、貴重な発見とされている。武蔵国の中心地である国府は当地のすぐ近くに置かれ、 またさらに考察場が設置されるようなその中心地も、当店舗から二つ先の信号の位置と非常に近い場所にあった。考察場から南に向かう道はかつて、総集道であり、当店舗の場所を角として、西に曲がっていた。府中塾も参照、府中本町駅、府中本町も参照これら、歴史的遺跡の発見に伴い、この土地を、府中市が買い上げたため、伊東洋華道は、 移転を諦め店舗を閉鎖することを決定した。武蔵国府跡国士館地区を参照府中、段球崖の上に建設されたため、この崖の上と下に出入り口がある。また、地下1階には、地下1階地上5階で屋上があるのにもかかわらず、客用エレベーターが設置されていない点が珍しい。ありがとうございます。